リズム教室の、午前中のレッスンが終わりましたので今日の内容をお伝えしたいと思います。はい、まずこちら見てください。今日はですね、初めの音探しの時に普天八分音符にちょっと焦点を当てたリズム遊びをしました。A のパターンがですね、こう四分音符でドーンドーンとこう刻むパートですね。これを、輪郭がはっきり出る音を皆さんで探しましょうと言って、これだけの音が集まりました。そして B の方に普天八分音符を入れた、リズムを、散りばめた、ね、アンサンブルになりまして、 B はちょっとこう伸びる音色で好きなのありますかということで、これだけ音色集めてこの2つを重ねてアンサンブルしてみました。今回はですね、この先につながるんですけど、普天八分音符1、2、3、1、2、3、1、2、まあ、これだと倍ですね。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、タンタン、バナナ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 、タンタンといったように、4拍子の中にこう3拍子を入れることによって、少しポリリズム的な感じの、体感とね、アンサンブルを試した後にですね、今回は、テーマが、まあ、ラテンロックということにしましたので、じゃーん、こんな感じでパートを振り分けまして、ロックなリズムの中に、ラテンだったりこうポップスのパーカッションを入れてみようという回でございます。このドラムのパートに先ほどやった普天八分音符がつながって、登場していますという説明をした後、コンガ、ボンゴをウェーブドラムで音色を作って重ねて、あとはシェイカータンバリンは後で紹介します、持ち寄りました。そして、コンガ、ボンゴのパートを初めはですね、1、2、3、4っていう流れでウッカウッドというふうに入れたんですけど、途中から、テンポ変えずに倍かな、持ち寄った小物はこちらでございます。タンバリン、川なしモンキータンバリンという言い方もすると思いますを、一緒に皆さんでこう振り方だったりね、鳴らし方をレクチャーした後、前回に引き続きこうシェイカーも合わせたりしました。はい、ということで午後も引き続き頑張っていきたいと思います。はい、これで、今日の1日のレッスンが終わりました。午後クラスも、午前と同じように普天八分音符のアンサンブルから、ロックなラテンアンサンブルまで、お送りしました。午後クラスの方はちょっと今日人数、多く揃いましたので、いろんな音を足して、あとはですね、ちょっとこうバリエーションも増やしてのアンサンブルになって、とても充実したと思います。今日はですね、名古屋で講師をしている、ゲストが来てくれたので、ちょっとお呼びします。加藤芽衣さんでーす。お邪魔します。はい、こんにちは。こんにちは。今日ははるばるありがとうございました。ちょっと軽く自己紹介をお願いします。はい、名古屋を中心に、全国でいろんなところで、パーカッションとかドラムを演奏させてもらってます。加藤芽衣と申します。はい。名古屋も。はい、名古屋は今、愛知県の小牧市の村井楽器さんというところでレッスンを一枠やらせてもらってるんですけど、ぜひ気になる方がいれば東海県内お近くであればどこでもぜひぜひお問い合わせください。はい、概要はこちらから、はい、みたいな感じで概要欄見てください、はい、よろしくお願いします。はい、ということで次回の、本社でのリズムライフは12月の13日の日曜日に開講しますので、ぜひまた、新規の皆さんも既存の皆さんもお集まりください。それでは最後、鈴木先生から一言、また来てね、バイバーイ。